カントルはキリスト教音楽の指導者。カントルはカトリックとプロテスタントで使用される名称であり、聖教会ではプロトプサルティスと呼ばれる。またユダヤ教にもハッザーンと呼ばれる同様の役職がある。カントルの任務は天礼の時に回収の歌にオルガンなどで伴奏をつけたり、聖歌隊の合唱指揮者を務めたり、さらにカンタータの演奏では合唱と還元楽の 双方の指揮者を務めなければならない。ドイツ中部ではカントルと教師は同一の概念であったので、教会付属学校の教師の役割も果たさなければならなかった。なお、多くのカントルが作曲家を兼ねた。最も有名なカントルとして、ライプツヒのセイトーマス教会のカントルであった、ヨハンゼバスティアン・バッハと、ハンブルクの5つの主要協会のカントルであった。 ゲオルク・フィリップ・テレマンの二人が挙げられる。ニューグローブ・ディクショナリー・オブ・ミュージック・アンド・ミュージシャンズ・ SV ・コントレと、ありがとうございます。